チャオ、あっちゃんです。今日6月の3日、土曜日です。はい、土曜日ってことってね、子供ちゃんのリクエストでね、フレンチトースト、久々にね、フライパンも焦げ付かになったからフレンチトーストしてって言ったから、子供もフライパン焦げ付くの分かってたから言わへんかったんか思って、最近ずっとリクエストなかったね。で最近フライパン焦げ付かになったからフレンチトーストしてよって言うから、で平日ね、学校行く時は時間かかるから分かってるから言わへんらしいね。だから土日限定でようリクエストあって昔、だから作ってあげたいと思います。簡単よ、いいフライパンがあればではやっていきます。はい、バットに、2人分同時に作るからね、バットにね、卵液作ります。ほんまやったらね、前日からつけたらとかいろいろあんねん。でちゃんと漬け込んでないんだけど、めっちゃ簡単に作ります。まず卵で砂糖、三温糖です。あっちゃんところはちょっと甘い方が美味しいからね。でミルクで、ね砂糖が固まってるで、卵液をね、ほんまはさっきね、卵巻いといた方がいいねんけどね、めんどくさいからもう一気にザーってバットに入れてんけど、一緒どっちも正直ね、こんな感じで卵液作っておきます。いけるいける。ではここにね、卵をね、卵を浸します。まず耳のところから、ここがね大事やね、ここが一番大事やね、はい、歌うなってごめんなさい、朝から歌います、喉の調子悪いけど、歌が大好きあっちゃんです。あ、向きを間違えた。パンってね、向きあんのよ、入らへんのよ、向き間違うと。でこうやってね、たっぷりつけんねん、キュッキュッと、ちょっと手で押さえた方がいいかな、キュッ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 とついた方が美味しいから。でたっぷりついてるでしょ、でこんな感じにね、よいしょ、裏返して、あー、こぼれた、やった、やってしまった、ベタベタなるやん、こんなこぼしたら。こうやってね、キュッと押さえて、ちゃんとね、ついてへんところをちゃんと確かめてね、ちゃんとつけるように、よいしょ、たっぷりね、つけとくの。で、これで焼くねんけど、こぼしたからさっきちょっと拭くわ今ね、あっちゃんティッシュで拭いてるから、なんでティッシュで拭くのとか言うけど、拭きないのとか言うけどね、ティッシュが一番コスパ高いのよ拭き使って洗う方コスパ高いかなと思ったけど、うん、やっぱりね、一緒に拭くとかと洗濯したら柔軟剤の匂いとか移るからね、拭きとか、だから拭きだけ別で洗って漂白とかめんどくさいから、だったらティッシュでピッピッて拭いた方がね、楽でいい、楽やし、はい、捨てたしまいし。で、キッチンペーパーちょっとお高いからね。だから、です。オリーブオイル。フレンチトーストね。バターでやった方が、香りは高いねんけど、オリーブオイルの方が体にいいしね。で、オリーブオイルの香りもうちの子結構好きやからね。これね、オリーブオイルなしでも焼けんのよ、このフライパンやとね。でもオリーブオイルの香りをつけるために今回オリーブオイル使います。で普通に油とか使ったり、油を減らしたい人はカインズのこのフライパンね、
昨日とかね、この前言ってて、昨日もライブでも言ってくれとってんけども、なんか焦げつくっていう子がいてて、あれ多分ね、血管やと思うね。だから、カインズのフライパン、絶対ってことないよ。絶対はないけど、ほんま焦げつくねんから、もし焦げつくんやったら、カインズに絶対相談した方がいいから、もし買って、カインズのフライパン焦げるって言ったら、みんな相談した方がいいよ。うん。あっちゃんもカインズのファンやからね、余計にやっぱりいいものを使ってもらいたい。ファンやからこそのね、クレームじゃなく、ね、欠陥品でカインズの商品のなんていうのかな、良さを分かってもらえへんだったら、絶対にそれはお客様相談センターとか相談した方がいい。ダーちゃんもね、うん、一枚ずれた方が良かったかな。昔はよ、これでね、一枚でやる。これ残ったら一個かけときます。時々動かしながらね、焼き面を綺麗に焼いていきます。オリーブオイル、まだオリーブオイルがたっぷりするから、これがまた美味しいね。まあ癖あるからね、オリーブオイルもね、好きな人はたっぷりオリーブオイルでこうしなしてくださいね。油、オリーブオイル香り嫌な人、油使いたくない人は油なしでね、もうくっつかへんから。あっちゃんねえわ、あっちゃん、これあっちゃんじゃない、子供ちゃん用やねんけど、あっちゃんは違うの作るから、今回久々に卵チーズトースト作るからすりすり卵チーズトーストするんですよ。チーズってフライパンに焦げつくやん、普通。うん、卵も油使わへんからね。あっちゃんはやります。あー、ちぎれた。ちぎれるってことはね、卵液がめっちゃ染みてるってことだね。美味しく出来上がってるはずです。もう、あー、ボロくなった。よっよっよっ、この方が焼きやすいな。この方がちぎれちゃうかな、今さら。やっぱ休日はいいよね、なんか、こう朝からね、まったりとゆっくりと朝ごはんを作って、平日はね、もうバタ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 して、もう、早食べー言うて怒りながらさ、遅刻すんでー言うて怒りながらさ、おかんはするでしょ。もう早起き、早食べていきー言うて怒られてさ。ね、いい感じに焼けてきた。オッケー、こんな感じ。よっ、何待ちきれへんの。あ、これもこれも量のもついたって。で、まだやで、まだやだからね、あれするか。そこの上にちょっと今回トッピング入れるから。うん。テレビ。テレビ。はい、これでできました。ここにね、ちょっと今回ね、ちょっと贅沢に、ちょっと贅沢っていうかね、子供ちゃんにもね、抗菌、体にいいね、マヌカハニーをかけてあげましょう。うん、これ美味しいね、マヌカハニーをね、これかけると。マヌカハニーの、そこの蜂蜜って書いてあるやつじゃないの。そう、蜂蜜で。マヌカハニーの方が体に。はい、こんな感じで出来上がりです。あ、よいしょ。
で、ついでにあっちゃんも飲めとこ、これ、うん、で、食べてるの、うん、食べて、うん